日の気温についてお伝えしていきます。明日も厳しい暑さ続いていきそうですね。そうなんですよ。西日本や東日本では猛烈な暑さといったところがまた多数出てくる見込みなんですね、はい、でその原因こちらまずご覧いただきましょう、これが上空1500メートル付近の明日の15時の、まあ、温度の予想なんですけれども、本州上空の温度1500メートル上空で21度というラインが、まあ、広範囲に出てきます、まあ、1500メートル上空の21度となるとこれ晴れればですね最高気温だいたい36度前後の、まあ、目安になりまして、まあ、変わらず温度が高いんですよね、はい、明日西日本東日本は広く晴れます。それによって気温の上昇相当顕著でして明日の予想最高気温見てみますと東京36度予想、関東は、ね、内陸部、埼玉県などは40度ぐらいまで上がる可能性があります、まあ、その他名古屋や福岡も37度まで上がるなど、まあ、広く体温超えの猛烈な暑さと報告ことになりそうです、まあ、その結果こちらが暑さ指数ですね、熱中症の危険度を表したものですけれども、はい、東北南部以南で紫色の危険レベル、特にこの関東を中心に濃い紫色、非常に危険レベルといったところも広範囲に出てくる見込みです、明日も熱中症に関しては、ね、もう十分お気をつけいただきまして、まあ、水分塩分補給のほかエアコンを、ね、しっかりと使っていただきたいと思います、はい、詳しいお天気や気温の予想はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけますのでぜひご活用ください。